あら、やべやべ、おしゃれな色合いですね。噴水が本当に楽しみです。花が差し込んでるか、はい、おいしい。はい、チーズ。はい、頭がある。皆さんこんにちは。いよいよ北崎夏フェスが始まります。暑い脱がせてもらいます。なかなか T シャツでお話をする機会も少ないんですが、夏フェスなんでね、ちょっとごめんなさい、すいません、いよいよ今日から3日始まります、北崎と言いますと、もうとにかく海の幸、山の幸、特産品に素晴らしい魅力が詰まった場所でございます、今日はですね、地域の北崎の自治協議会から高橋会長にもお越しいただいていますし、また、漁協からもですね、体泊まり秘書板谷会長お越しいただいております。それから北崎の夏季の会長として蘇さんお越しいただいています。会長ありがとうございます、海の代表、山の代表が一堂に集まってですね、もうオール北崎でこの魅力をこの海釣り公園から発信していこうという3日間が、それがこの北崎夏フェスでございます。今日は朝6時から海釣り大会も開催をされておりました。なんと250人の方が今日は参加をされたということで、後ほどまた表彰式なんていうのもあるんですが、こういった魚、海の魅力もあります。そして今日ここにいらっしゃってたくさんの上りとか、こういうものにも気づいたと思いますね。一人一花運動というものを今年から福岡市始めることになったわけでございます。一人一花、お花といえばまさにこの北崎は西日本でも有数の花の産地でございます。この1月に一番最初の記者会見で一人一花運動をお話をした際にも、実はこの北崎のですね、JA それから農家の皆さんが正月にお花を出荷いただいて、そしてそのお花いっぱいの中で今年の一発目の、市長会見もさせていただいて、一人一花運動をスタートしました。今日も、皆さんと一緒に、お花を植えるというような、ね、イベントも行います、この北崎のそういったお花の魅力も発信できればというふうに考えています。で、もう一つ、これはこれまでずっと秘密にしていたんですが、北崎はスイカが美味しいんですスイカが美味しいんですよね。ものすごく糖度が高いスイカが取れて、およそ7万5000玉ですかね、年間取れるので、そんなに全国出るわけじゃない、プレミアのあるスイカをね、これからぜひ売っていきたいなと考えています。今とっても美味しくなってるっていうふうに、聞いておりますので、私も今日は北崎のスイカ大変楽しみにしております。この3日間、あります夏フェスですけれども、まあ、ぜひこれ夏で終わりではなくて、秋そしてまた春と、この海釣り公園拠点にしてですね、皆さんと一緒にこの北崎の魅力を発信できればというふうに思っております。暑いんで熱中症には気をつけながら3日間楽しみましょうね。どうぞよろしくお願いいたします。